ったよ。いいじゃん。キリトはこれくらいで倒れたりしないでしょ。ねえねえ、私ね、これ食べに行きたいんだ。って聞いてる？キリト。最近になってできた新しい屋台だな。話題の店だぜ。すっごい辛いんだって。私辛いの大好きでさ。キリトも大好きでしょ。もう行くっきゃないよね。実際俺が食べたわけじゃないが、客の話ではとにかくすごいらしいぞ。だから早く行こうってば。ほらほら早く。到着。ラッキーだね。今日はお客さん少ないみたいだね。キリトは辛いのが好きなんでしょ。だったらなんで自分で食べてみようとしないの。わかったわかった。そういうことは後で聞くから、まずは食べてみよう。すいません、そのすっごく辛いやつ2つ。はいよ、今から作るからちょっと待っててね。本当にすごいよね。色もすっごく辛そう。どんな調味料使ってるんだろう。それじゃ、いただきまーす。ふぅ、はぁ、はぁ、辛いね、これ。ちょっと食べただけで、体の奥からすごいパワーが溢れ出てくる感じ。臨床力にバフがついてないのは何かの間違いなのかな。今ならすっごいスピードで動けそうだよ。キリトはどう？なんか熱くなってきたね、キリト。
当だね。汗だらだらで服がびしょびしょ。なのキリト。なんでって、そりゃ暑いからだよ。キリトは脱がないの？そうなのかな。キリト、私の魅力的なボディを独り占めしたいんでしょう。キリトがそう言うなら、私はいつでも脱いであげるのに。ほらほら、キリトも脱いじゃおうよ。食べたら次は甘いものだよね。アイスを食べるんだったらどの店がいいかな。ふん、辛いやつの後に食べるアイスってなんでこんなに美味しいんだろう。アイス食べたら体がスーッと涼しくなってきたよ。それに2人でアイスってデートみたいで楽しいし。今日はありがとね、キリト。すっごい楽しかったよ。
行くわよ、行くわよ。
行くぞ。ナイス、分かった。
ぞ。行くよ。行くよ。これで決める。ナイス連携。嫌だな。いよいよか。それって…いよいよね。そうだな。よーし。よう。